行かなきゃいけない、行かないでね、振り込まないかもしれないけれども、こう真綿で首を絞められるようなね、そんな状況ですよね。うんうん、どういう結果に転んでも点差は広がるみたいなね、そんな感じにはなりますよね。あれ、ドランコの方いましたね、今。今これは文語ですか。文語さん、はい、ここで無双ですか。これは国士を見ながら行くかどうかですか。ペーから。もう一回もつないだ高橋。加山ちゃんもまだラソエがあるんでね、気持ち少しまだ余裕あるかもしれないですけど、はい、あれ転敗もしないは嫌でしたね。ペンチマン引いてイシャンテになった形ですもんね。文豪にドラがあんこにあります。で、水口。マンズに行くか、一の三色同行みたいなのもね、若干見えますし。高橋さん、今回は泣いても役はありますけど、どうするんですかね。2000点を取りに行くか。ただ風呂率 14.6、 リーチ率に対してはかなり低い数字です。そうですね、まあ泣きそうもないですね、このデータを見ると。まあ、ちょっとねやっぱり展望もね、もっともっと欲しい場面ですしね、はい。あとはだからその順目とね、受け入れの相談ですよね。いや、また無双狙いに行ったからね。鎮痛ドラさんですか。鎮痛ね、はい、いいと思いますよ、狙うの。かえってね、その鎮痛で仕掛けていった方が上がりやすい場面もありますからね。三層、はい、これでいい射点と。さあどっち、3の方が若干良さそうか、2分の1ですね。マンズの方が多少馬強的には良さそうですけど、ただスーピンの方はね、ウーピン引くと3面ちゃんになるんでね、そっちを取りましたね。そうですね、形ではリャンマンってことですか。馬強で言えばスーピンって感じですかね、はい。これで1日はなくなりましたか。1通がね見えるんですよね。お、じゅんちゃん、そう重なりました。これでまあカンチャンどちらか切って、イーシャンテン、いやまあ馬強はね、3番だっただけにちょっと痛いかもしれませんね。こうなると泣きますかね。まあどうでしょうね、ありますね、それの考え方次第ですからね、はい、こうなったから泣くっていうふうに考える人もいるでしょうし、単に一巡進んだだけっていうふうに考える人もいますからね、はい、大人ですね、はい、大人です。ソーズ1枚増えましたが、タンヤオありますね。ねえ、タンヤオの方がいいのかな、タンヤオの方がちょっと広いような気はしますけど、融通きそうな感じはしますよね。ただ一通にしましたね。3は引いたよ。引いてイーシャンテン。お、目いっぱい、高橋はイーシャンテンです。あのデータを見ると水虫さんはチーテンですかね。ペン酸素、一番、そうですね、天敗、関三品玉、まあ、マンズの方はね釣り手になりやすいんでね。あらら、天酸素天敗、あらら、あらら、一通貫ドラさんの天敗です。シャをここで切りました。
炭酸杯とペン酸素の天杯が、はい、水槽を切ります。ああ水口さん、うん、3品止まったんですね。うん、純ちゃん3色、おっと3層文吾が捉えました。いきつカンドラさん8000は8300の上がり。これで文吾がやや引き離しました。うん、